旧戸口トンネル、こちらのトンネル、旧戸口トンネルは2014年に新しい戸口トンネルが開通して以来閉鎖された廃トンネルです。トンネルの中では真っ黒に焦げた女性の霊がよく目撃されています。よく見ると肌は焼けただれて顔もほとんど原型をとどめていないとのこと。正体はこのトンネルで焼死自殺した女性の霊ではないかと噂されています。車がするときにいちいちこんなところで焼死自殺するかボケ。久しぶりのトンネルですな。何か霊感的なもの感じます？その独特っていうのはどういう意味合いです？まだそんなに歩いてないんだ。結構歩いたと思った。まだ半分ギリ行ってないぐらいですね。結構深いね。そうですね、ちゃんと山一個分乗り越えるだけの長いトンネルです。しかしまあトンネルの中寒いな。どうなんだろう。なんか気になる点はあるんですよ。あるある、すごいある。なんかすげえ。お、え、今回ざっくりでもいいので、どんな感じ、なんかやばい感じではない。風とともにさ、はい、声が聞こえるな、確かに。この声なのかな。コウモリがキーキー言うてるのしか聞こえておりませんが、
およそ半分ぐらいかな。一回呼び止められる前までなんかね、うんっていう感じはしたんだけど、今改めて見るとわからなくなったぞ。血管入るであった俺が。これは、なんていうか、夜来たら化けるタイプですってことは。いや、もう化けてる。はい。おっと。今、すみません。この辺、この辺をみんな集中してください。この辺ですね。この辺。結構高いね。このぐらいの人。え、だいぶ高いじゃん。うん。だから。え、男の人、女の人？コンテナみたいなのは何なんでしょうね。ガチで綺麗なものがありますね、うん、だから工事現場で何かやってるんだと。置き忘れじゃないかな、消火器こんな風に置いていくことある。なんだろうな、なんか変な不安感が徐々に強まってるな。なんだろう、朝鮮トンネル以上の方向になってる。あった。なんかずっとつけられてるみたいな。アンプリファイヤーが放置してある時点であれなんだよな。多分誰か悪い子が来てるな。え、このなんだろう、福井市側っていうのかな。今越前側から福井側に向かって歩いております。そのオーブは、なんか、ここで亡くなった方ですか？そういうトンネルで。皆さん、本当にね、ここ、今まで来たトンネルの中で、一番不気味、この死因
なんか知らんけど、なんか知らん。風とともに聞こえる。何の人の声。みんなも多分聞こえるはずなんだけど。いや、こう、マスクしとると声が入らんのかってさ。うん。はい。今、こうやって歩いてくるんだけど、一定の距離で後ろをずっとついてくる人がいるんですよ。男の人、女の人。背の高い、さっきの背の高い。さっきの方か、はい。誰なんだろうね。誰なんだろうね。で、あと動物さ、これも。あの使えそう、もっと本当に使えそう、使えそう、はい。例えば今、まあ、男の人の声があなたに聞こえてるとしましょう。今入り口の近くでこんなに声響くんだろうな。初めてじゃない、その声。その声ってさ、今俺かっちゃんと一緒にいるわけだけど、霊感バリアで守られてるわけじゃないですか。聞こえていい声なのそれ、俺が。いや、俺のところに脳みそいかれるんだね。編集でたまに声が入るだけでもメンタルガリッと崩られるのに。さっきと全然違うでしょ、空気が。ああ、でもなんかこのなんていうの、入り口側、俺ら側から見てその入ってきた方に進む分に徐々に楽になってる感はあるよ、俺の中で。夜来たくねえな、俺。おっと、逆に。確かに。なんでこれ来たらさ、すぐ早く変わって見たがけるんだろうな。うん、何この鈴の音に聞こえませんか、これ。なんでこの鈴の音と男の人の声。今ここに人が浮いてます。浮いてる？もっと上だな、じゃあ。すごい上手で見られますね。さて、かっちゃんから離れすぎても良くないぞ、こういうところはきっと。線みたいなのがあるところからって感じだな。
おっと。まあメインのトンネル出す事故自体は珍しい話じゃないと思うんですけど、多分よ、見えるでしょ、車に挟まれてるシーンが見えるんじゃないかな。割と結構えぐめの事故起きてるな。あれってことは結構上位に入りますね、本当に。幽霊のアピールがあるな。何かのアピールがあるんだ。誰かが暴れたか。あれじゃないの、あの散らかしてあるやつ。なんだ、独特だな、ここ。こんなトンネル初めて来た、俺。すごいですね、5年ぐらいやってるはずでトンネルもまあまあ行ってるんですが、うん、初めてっていうタイプは。こんなトンネル初めて。もう最近できないですもんね、ここ、うん、もうあのがっつりしてあるから、うん、それはがっつり入らない方がいいよっていう忠告ですか。